タルボットはアメリカの医療品小売店チェーン、医療品ブランド、もしくはそれらの運営会社の名称。かつてはイオングループに属していた。タルボット社はマサチューセッツ州を拠点とするアメリカ合衆国の医療品販売会社である。創業は1947年であり、順次店舗もを拡大してきた。1988年には、 イオン社に買収されて、イオングループ入りし、以降長らくイオンの孫会社として、イオングループの米国事業の中心的な役割を担ってきた。2006年5月には、医療品ブランド、J ジルを展開する J ジルグループ社を買収し、100%子会社とした。J ジル買収後のグループ規模は、買収直後の2006年末の時点で、全米47州、ワシントン d c イギリス、カナダで合計1364店舗に達した。イオン本社からも貸し付けを受けるなど、経営支援を受けていたが、業績の不振、赤字が続き、イオングループ全体の業績を圧迫し悪化させる一因ともなっていた。経営合理化策として、2006年に買収した、J ジルブランドを買収からわずか3年後の2009年に、約75億円で、 アメリカの投資会社に売却して、タルボットブランドに経営資源を集中させる策が取られた。また、イオングループ全体の経営改革策として、2009年12月には、タルボット社自体を売却する方針が示され、2010年4月7日付で、イオン USA が保有していた2900万株のタルボット社株式をタルボットに譲渡するとともに、 イオンとイオン USA が行っていた貸付金合わせて4億8649万400ドルの全額回収が完了した。商品は店舗での販売のほか、カタログ販売、インターネット販売も行われていた。商品構成は婦人用衣服が中心となっている。2020年5月31日をもってイオンにおけるタルボットジャパン事業が終了となり、 タルボットジャパンが運営していたすべての店舗の営業を終了した。h t t p w w w y o u i n f o n e w s n e w s r e l a s e d a t a 1 1 7 2 8 5 6 7 8 9 h t m l a b c イオンタルボットの婦人服ブランド売却へ2009年6月9日配信。 2012年2月18日閲覧。AB、イオン株が、会計配、ヨナゴ会社、タルボット売却して、全再建回収と、発表2009年12月9日、配信。2012年2月18日閲覧。当社米国孫会社と BPW 社との、合併成立に関わるお知らせについて、一イオン株式会社のプレスリリースより、 タルボットジャパン事業の終了について読ん。株式会社、https コロンスラッシュスラッシュ www.4.info スラッシュ wp-content スラッシュ uploads スラッシュ news スラッシュ pdf スラッシュ2019スラッシュ12スラッシュ 191211r2pdf20 年7月13日閲覧。ありがとうございます。